国鉄色、国鉄色、国鉄色、国鉄色とは、日本国有鉄道とその後継である JR グループなどで採用されている車体の塗装の総称。本来、言葉通りの意味からは、国鉄時代に制定された塗装と解釈することもできるが、趣味者の用法としては、国鉄時代末期に出現した地域カラーは除かれる場合が多く、国鉄時代に、 特定の地域に限定されず全国区で採用された塗装という意味合いで使われる場合が多い。例えば高直流急行系電車の場合、国鉄時代末期になって各地区で様々な塗装が登場した。これらは登場こそ国鉄時代であるが国鉄色と呼ばれることは稀である。ただし、青緑1号のように登場後一貫して線区限定で使用された色もあり、 明確な基準はない。戦前より、蒸気機関車には黒色、客車には、ドウ色1号、電気機関車、ディーゼル機関車及び電車には、ドウ色2号の塗装が採用されていた。これは、蒸気機関車の倍煙によって、汚れるため、明るい塗装をしない方が良いと考えられたことが、原因だとも、塗装にかかるコストが捻出できなかったからではないかとも、言われていた。ただし、 機動車については1935年以降は青色と廃棄色の塗り分けが採用されており、戦前唯一の軽快色とも言われていた。また電車も軽阪神間の急行電車用として製造されたモハ52型は登場時か1942年の急行運転廃止までクリーム色と茶色の塗り分け、時期によりパターンが異なるがなされていたほか、 関東地区でも1940年に予定されていた東京オリンピックに向け、オリンピック塗りと呼ばれる数パターンの塗り分けが試験的に施されたことがあった。戦後の1948年に線路を共用していた山手線と京浜東北線の五条防止のため、山手線用電車を緑色、用途の途絶した軍用塗料の流用といわれるに塗ったことがあったが、 両線用の電車の転属が相互に繰り返されたことによる混乱や共用区間の複々線化決定により長続きしなかった。国鉄発足後の1950年、湘南電車に使用される80系電車が緑2号と機関色の2色塗りで登場した。この2色塗装パターンはアメリカのグレーとザン鉄道のディーゼル機関車の塗装にヒント得たもので、 これに近い色合いを採用したものである。オレンジ色は警戒色でもあることから、高速電車の色としてもふさわしいものと考えられた。この塗装デザインは、後に、湘南色と呼ばれることになる。当初、沿線のみかんの実と葉の色として宣伝されたが、これは後付けの理由によるものである。同時期、横須賀線の車両では青2号とクリーム2号のに、色塗りが採用された。これが、 横スカイロ、スカイロと呼ばれる。後、スカイロは、若干色合いの異なる青15号とクリーム1号に変更された、現在も使用されている。こちらは、海沿いに向かうため、白車星章を表現した色として宣伝されることになった。また、関西地区での急行用にも80系電車が投入されることになったが、この車両では塗り分けパターンは、多少の差はあるが、 大阪鉄道管理局の意向を組み、戦前のもは52型にも通じる濃いクリーム色、クリーム3号とマルーン、武道色3号の2色塗りが採用された。また、1956年、昭和31年11月19日の東海道本線の全線電化時、特急、め、鳩に用いられる車両に明るい塗装を施し、全線電化の PR を行う方針がまとまり、 機関車と客車では、単力5号一式の塗装が施された。その色から、青大将と呼ばれることになった。通勤系電車においては、1957年、昭和32年に、中央線に投入された90系電車、あとの101系にオレンジバーミリオン、朱色1号が採用され、イメージチェンジが図られた。その後、新たな線区に、 通勤が電車が投入されるたびに、五条防止の観点などから、カナリアイエロー、黄五号や、ウグイスイロ色、黄緑六号といった新たな色が制定され、路線別カラー、ラインカラーが普及することとなった。路線別のカラーは、他の鉄道事業者、特に地下鉄で顕著にも波及し、国鉄を引き継いだ JR 各社において、今もなお使用されている点で、大きな功績と言える。 これらの多くの色を使用した塗装は、それまで無味乾燥だった国鉄車両に文字通り色を添えることになり、国鉄車両はカラフル化の一途をたどっていったが、国鉄時代は一両の側面やつま面に塗られる、色数は原則的に二色までであった。塗色の多色化が進むのは国鉄分割民営化後のことである。1950年代前半までは、 必要の都度塗料メーカーが塗料見本板を作成し国鉄工作局の承認を得た上で車両工場メーカーへと配布していた使用している色数が少なかった頃はこれで問題なかったが1950年代には多くの色が車両に使用されるようになってきたこのため国鉄では1953年に車両色彩の基本的な指針を決定するべく 日本鉄道技術協会に車両の色彩調節の研究を委託した。また、この時代からマンセル記号により色を表現するようになった。1956年に国鉄車両に使われる塗装の色をまとめた見本帳として作成されたのが国鉄車両関係色見本帳である。当初は車内の色のみマンセル記号が併記されていたが、1959年に 作成された第二版では、すべての色にマンセル記号が併記されることになった。また、この見本帳に掲載された色は、何色何号と呼ばれるようになった。この色見本帳に掲載された色は、国鉄製定色と呼ばれている。この見本帳は、印刷ではなく、実際の塗料を使った見本であり、また、マンセル記号も記載されているため、 塗装の時期や工場ごとに色合いが異なる状態はなくなり、国鉄のどの工場でもほぼ同じような色で塗装できることになった。後の車両塗装の標準化にも貢献したと言える。やがて国鉄車両の色はその用途別に決められていくことになった。地区に関係なく同じ色の車両が走る状況は、結果として車両色の没個成果を招くことになる。 1958年、特急、小玉用の20系電車、後の181系電車の登場に際し、クリーム4号地に対して、窓部分に赤2号を巻いたデザインを決定した。この後に続く特急系の電車と機動車に採用される国鉄特急色の始まりである。同年に登場した20系客車では、青15号地に、 クリーム1号の細体を3本巻いたデザインが採用された。いわゆるブルートレイン色の始まりである。この色と塗り分けはブルートレインを牽引する EF60K500 番台、EF65K500 番台、1000番台などの機関車にも採用され、ブルートレインとしての存在感と編成としての美しさをさらに高めた。これらの機関車の塗り分けはブルートレイン色や 特急色などと呼ばれる。その後、新たなコンセプトで1969年、昭和44年に登場した12系客車で、青20号の字色に、リーム10号の日本体という塗り分けが、初めて採用され、12系を特急用に発展させた14系にもこの塗色が、受け継がれ、一時は、ニューブルートレイン色とも呼ばれた。その後、新造された改良型からは、 塗装の省力化のため細体がステンレス体に変わるものの、寝台特急の標準色として親しまれていくことになる。また、寝台電車の581系電車においては、クリーム1号の地色に対し、雨とい,い、窓回り、裾の帯が青15号という寝台特急、客車用の組み合わせを引き継いでおり、明暗の乗り分けパターンを、それまでの特急型と揃えつつ、 窓周りの帯を一際広くすることで、中高、夜行券用車両であることを表現している。1959年に登場した、中学旅行用82系電車、後の155系に、初めて採用された図書区で、窓周りを黄色、木1号、腰板幕板を、朱色、朱色3号としており、公募によって決定されたが、黄色は、後年期5号に変更された。その後、 同じ修学旅行用として製造された159系電車や167系電車、キハ58系、キハ28系800番大起動車にも採用され、画一化された塗色の国鉄車両の中で異彩を放っていたが、1977年の国鉄色の色数整理に伴って廃止された。1958年に登場した初の準急系電車である91系電車。 あとの153系電車では直流区間を走行することから湘南色が採用された。この時点で湘南色は直流用の近郊型から急行型までの事実上の標準色として使用されることになる。また、スカイロについても旧型国電などの色として使用されるケースが多くなり、こちらも直流近郊電車の事実上の標準色となっていたといえる。また、 新性能直流電気機関車は、1965年に、青15号地に、クリーム1号の全面系解色が標準色と、決められた。1959年に登場した ED70 系交流電気機関車では、初めて赤2号の外販色が正式採用となった。この後、交流専用の機関車、電車の標準色とされることになり、711、 軽電車でも外販色として採用された。交流直流両用電車においては、1960年の401系、421系電車の登場時に、赤13号という外販色がまず決められた。当初は軽快色としての飾り帯は、電源周波数別に分けられていたが、急行蛍光直流用電車が登場する際に、組み合わせ色として、クリーム4号が採用されたのを機に、 飾り帯の色も同色に揃えられた。赤13号は、硬直療養機関車の標準色にも採用されている。機動車においては、1956年に、準急系機動車として登場した、キハ55系機動車において、クリーム2号地に、赤2号の細体という二色塗りが採用されていた。1五十八年に、初めて機動車による、急行列車を運行することになり、 PR 上からも急校色の制定が必要とされたため、クリーム4号を使用して、窓周りに赤11号の帯を巻いたデザインが採用された。また、一般軽機動車については、戦前からの2色塗りデザインがすでに存在していたが、対抗性が弱いために新たに標準色を制定することになり、1959年9月に、 一般系機動車の新しい標準色としてクーム4号と朱色4号の2色塗りが採用された。一般系機動車においては、1976年には、首都圏での省力化のため、朱色5号を一式とすることが決まり、これは、通称、首都圏色と呼ばれた。しかし、首都圏のみならず、ほとんどの一般型機動車が首都圏色に塗られることになり、1977年に、 登場した、キハ40系機動車に至っては、当初から朱色動5号一式で登場したのである。1963年に落成した、DD51 系ディーゼル機関車2から4は、島秀夫が提案したとされる朱色動4号をベースに、屋根状を灰色とし、その境に白帯を配した塗装を採用し、これが、国鉄ディーゼル機関車の標準色となった。 戦前戦後の急行電車の独自図書区にも見られるが、同じ国有鉄道という組織のうちにありながら、大阪地区は東京地区とは異なる路線を取ろうとすることが多かった。80系快速色の消滅後、一時的に大阪地区独自の図書区は途絶えていたが、1972年の新幹線岡山開業により急行運用が消滅して、 余剰となった153系電車を新快速に投入することとなり、大阪鉄道管理局は、シルバーグレー、灰色9号にスカイブルー、青22号の帯を巻いた新塗色を設定して、イメージアップを図った。同様の塗装は、半和線の新快速、113系電車に波及した、他、スカイブルーの帯を、春日大社の鳥居をイメージした、朱色3号に変えた塗色が、 1973年に電化された関西1113系に出現した。これは国鉄分割民営化前後に全国へ波及した地域色の走りとも言えるものである。なお、島原鉄道や南海電気鉄道など国鉄に車両を乗り入れさせていた私鉄では国鉄と同じ車両を導入したり国鉄の車両と仕様を合わせるなどしたため、 同時に塗装も同じものを採用する場合が多かった。また、水島臨海鉄道など国鉄から車両の払い下げを受けた鉄道会社でも結果的に国鉄色を導入する場合があった。1980年代になると国鉄再建において地域密着経営が謳われる中、地域の事情に応じたカラーリングの車両を走らせるという思想が現れることになる。 その講師とも言えるのは、1979年に登場した117系電車で、クリーム1号地に、どう色2号の帯を巻いたデザインで登場した。また、福塩線に投入された105系電車では、木5号地に、青20号の帯を巻いたデザインが、美延線の新性能電車への置き換えのために、投入した115系電車では、赤2号地に、 クリーム10号の帯を巻いたデザインが採用された。特急型においても、1981年に登場した185系電車では、クリーム10号値に緑14号の斜めストライプを3本入れるという、当時の国鉄としては斬新なデザインが採用された。また、ほとんど首都圏色のみとなっていた機動車においても、この考え方は波及することになり、1985年には、 相模線路機波35系機動車において、クリーム1号地に青20号の帯というデザインが採用された。このように、一部の地域、路線を走る車両にのみ、専用の塗装するという考え方は、全国的に拡大し、多くの地域カラーを生み出した。この動きは、JR 化によって、さらに顕著となり、イメージチェンジも図られることになった。この結果、 国鉄色をまとった車両は急速に減少することになった。分割民営化後、地域カラーが増えたことはもとより国鉄型車両のトータも始まり、徐々に希少価値を生むようになってきた。そのため、鉄道ファンの間における国鉄職人気は上昇した。この結果、JR 各社では一旦地域カラーに変更した車両を 再び国鉄色に戻す例が多く現れるに至っており、同様の事例は、私鉄、旧塗装の復活等にまで波及しているリバイバルトレインも参照時。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。